岸防衛大臣は東京オリンピック運営の支援活動を行う自衛隊員を激励しました。世界的イベントに参加する誇りと責任を感じていただき、日頃の任務、訓練で培った能力とチームワークを発揮して大会に臨まれることを期待しています。防衛省はおよそ8500人の自衛隊員を派遣します。開会式や表彰式などで国旗の掲揚を行うほか、自転車競技の沿道警備や射撃競技での医療支援を行います。岸大臣は大会開催をめぐり様々な議論があると述べた上で、我々が行うべきことは支援を確実に実施し、選手が能力を存分に発揮できる大会にすることに尽きると強調しました。